トワイライトプリンセス HD5 日目やってきます。ってことで今日もね、引き続き、陰りの鏡のかけらをね、集めていこうかなと思うんですけど、その前にちょっと裏の探索の方で、ちょっと面白そうな部分があったんで、そこに行こうかなと思います。あ、これだわ。この岩のところね、ここ壊したら先に、ちょっとおもろそうな場面が広がってますと。はい、来ました。氷のステージ。これは多分ね、ハートのかけらあると思うし、なんか謎解きっぽいんだよな、ほら。これこれこれ。こういう謎解きがめっちゃあるから、まあこういうのをね、ちゃちゃっと解いて、僕の頭の良さってところをちょっと見せようかなと思います。まあこういうのはね、逆算なんですよ。前も言ったけど。で、これ押す。で、こっち押す。で、こっち押しておく。で、こうでしょ？はい、出来上がった。多分これ3つ並べて、あれ？で、真ん中を反対側に押し出して、スイッチを押すんだ。はい。ごめん、チェーンハンマーでやった方が早いって説ないから。微妙か。多分微妙だ。で、こう押して、はい、一発目終了と。まあ、ここは楽勝ですね。はい、開いた。これ、ゴーストはいないか。裏の方でゴーストの魂集めとかやってんだけどな。なかなか夜限定だから見つけづらいっていうのもあって、しんどいです。ワンチャンこら辺はカンテラとか使って頑張るか、もう本当に苦しくなったらもう攻略を見るしかなくなるんだけど、そこではどうですか許されますか。これはまずこうして、これ順番どっち先にスイッチ頑張って押した方がいいとかあんのかな。まあいいか。とりあえず1個押しといて、ここら辺からちょっと難しくなってきそうだな。これ多分違うか。ここ先に乗せるようにやってたら成功できなくて、ここを先にスイッチを押すような機構を作る必要があるかもしんねえな。多分こうして、はい。で、このスイッチを押してた場所は、まず一回こうして、で、ここを押して、で、ここも押して、まずここをスイッチを押しておく。あ、これで正解だわ。で、ここを押して、で、ここまっすぐ行って、L の字になったら成功と。いいね。冴えてんな。今のところまだつまずいてないっすよ。うわー、なんか、こういうなんかだだっぴろいだけっていうのが逆に難しかったりするんだよな。だからこれもさっきとあんまり変わんない気がするけどな。一番最初にやったやつ。結局これもさ、3つ並べて真ん中押し出してみたいな流れじゃないの。大学生の俺はこれをちゃんとやったのかな？あんまり覚えてないな。こういう謎解きやったのは覚えてんだけど、ちゃんと俺攻略とか見ずにやったかな？どうなんだろう。もうめんどくせえやとか言ってなんか攻略見てそうな雰囲気もあるけど、いや、あの時の俺はもうゲームに対して真摯だったから、今も昔も特に一人用ゲームはちゃんとね攻略見ずにやるっていう信念があったから、対戦系のゲームはね攻略見ないとやってらんないっていうのがあったんですけど、攻略というかまあなんだろう、その対戦における勝利の秘訣的なね、そういう部分ですよ。だから当時の俺はちゃんとねこれ自分の自力で解いたっていうのを信じたいけど、そしたらまあ終わってましたよ。簡単だわ。これなんか普通、2個目のが一番難しくね、これ。ここは2個目が一番難しかったな。さあ開けましょう。ハートのかけらでしょ？てってでーん！あざす。これが修学か。トーレルフいけねえ、これ。トーレルフ無理か。まあそんな感じの洞窟でした。じゃあ次のダンジョン行きましょうか。まずあれか。こっちで話を聞くっていう感じか。あの酒場で。お、いるね。で、アッシュさんが入って、モイさんがいなくなった感じか。とりあえず話してみる。リンクか。あれから雪山の獣人はゾーラの里の方に現れなくなったそうだ。結局、ハイラルの異変と雪山での出来事は私の思い過ごしだったのかもしれない。限りの鏡の話はやっぱしないのかな。ん？なあ、本当は何か知っているんじゃないのか。感づいてんな。野生の勘ってやつか。この人なんか山で育てられたみたいな話してたから。ただやっぱ陰りの鏡は秘密事項なんだろうな。このハイラルの世界においても。もうほんとゼルダとかはもうそこら辺の上の階級の人じゃないと知り得ない、そういう情報なのかもしんない。ごめんな、アッシュさん。にしても鋭い眼光だな。ちょっと怖いけど。てか眉毛ない。多分眉毛ないかもしんない、この人。ただなんかどことなく可愛さを感じる。なんででしょうか。そして、地図を見ましょう。来た。モイが向かった聖なる森とは、この印のあたりか。また行くんですね、ここに。
行きましょうか。なんかここの小ネタも結構あるんだよな。払わないで出ると襲われるってのはあるんだけど、なんかすごい多めに払うと太っ腹だね兄ちゃんみたいなこと言われるような気がするんだよな。まあ泥棒ルートは皆さんの手でやっていただくとして、余分に払って褒められるところをちょっといずれか見てみたいな。あと絶対これにてさ、ゴーストいると思うんだけどさ、このゲーム夜にする方法ないからさ、ちょっと難しいな。なんでこのゲーム夜限定とかありつつ時間の変更できないんだ。この森に来るのも随分久しぶりだな。確かにオープニング以来じゃん。黄昏時は寂しくもありみたいな、あの名言ね。俺の好きな言葉知っているか。この深い谷の向こう、聖なる力で守られた森の奥深くに琉球の時を眠る神殿があると言われている。ハイリア人の祖先によって作られたその神殿には今もなお古代の優れた文明が残されているらしい。もし古の文明の力を手にすることができたら、それはきっとハイラルを救う大きな助けとなると思うんだ。リンク、この谷を越え古の文明の力に触れる役目引き受けてみないか。俺がいいえと答えると思うか。はいに決まってんだろ。お前ならそう言ってくれると思ったよ。谷を越えるには俺の相棒を使うといい。誰？これ飛んでいくんだっけ？そんなのあった？やっぱ知らねえ。通り、金色のコッコ？こんなのあった？こいつをバカにすんなよ。よく飛ぶんだから、本当に。絶対谷を越えるから、越えられるか。騙されたと思って飛んでみな。これで行くんだ。なんか、意外だわ。で、こう行くと。おお、これでいけんだ。獣リンクを使う、ウルフリンク使う必要ないっていうことですか。へえ、本当にいけちゃった。あれ、風か。風、わざわざ起こすのめんどくせえな、これ。ロック。ロック奏でて、OK。疾風のロックを奏でるわ。で、これまたか、はい。風を巻き起こして、あ、こっから先ロープなんか切れてんだけど、なんで？ロープ切れてんのおかしくないか、さすがに。もうこっからだったら、ウルフに変えても、ええんちゃうん。あ、OK。はい、飛ぶ。ああ。おお、戻ってきてる。これどういうこと？あ、戻って、いや、戻って、うわ、危ない。掴んで、掴ませて。OK。ちゃんと戻ってくるね。偉いな。お前、鳥のくせに頭いいな。ちなみにこいつを切ったらどうなんだ？あ、切れないわ。こいつなんか聖なる力によって守られてる。じゃあ行きますか。またあいつとのじゃれ合いが始まりますよ。いや、慣れ合いだな。慣れ合いが。これまた吹くんだっけ？吹くというか泣くか。あ、いいんだ。あ？泣く必要ない？来たよ、サルキット。こいつトラウマなんだけど、俺。若干のトラウマがあるんですけど。はい。ここからでもウルフリンクでいいのかな？結界で一発で死ぬからさ、移動も早いし、ウルフでいいと思うんだけど。さあ、また鬼ごっこです。行きましょうか。まずは潰しとく。この人形はもう出てきたら潰すっていう覚悟でいきましょう。あ、こっちだ。このね、揺らめきがあるとね、合図なんだよね。これに気づけるかどうか。お、聞こえる。そうか。若干なんか音と場所が合ってないな、これ。定位が合ってない気がする。これは俺のイヤホンのせいじゃない。このゲームのちょっと、荒い部分が、まあしょうがないんだけどね。昔のゲームだから。はい。まずは潰しておく。右から聞こえる。あ、ここでゴースト来るんだ。なるほど。これ来る？タイミング悪すぎ。ちょ、タイミング悪すぎだって、お前ら。あれ？こいつは来れない？もしかして。来れないね。あ、まあ、いいか。はい、潰しておく。不安な材料は消しておく。そして、お前。はい。で、増物。抜き取る。おお、なんか、今、出たな。人形が。傀儡がこっち見てる。どこ？あれか。これ倒せる？無理だよな。これは多分リンクになって、弓矢とかで撃ち落とさないとダメか。こうでしょ。OK。なるほど。これリンクの力も必要になってくるんだな。まだか。結構長いぞ、こいつとのイベント。お。なんか終着点っぽいとこ来たぞ。これなんか、リンク、カンテラ灯してなんかあるか。ここ。ワン。あいつ。まああるよな。これはルピーかな。ルピーか、ハートのかけらか。
もしくはスタンプか。ゴッゴいらな一番いらねえわ。なんでこれ爆弾用意してきた。こっちか、こっからの上か。上だな、どっかにいるんだよな。あれか、あんな上にいんの。なかなかしんどい場所にいんな。潰したろうか。はい、これがラストじゃね。あ、うわ、これどこだっけ。上の方なんだけど、いや、どっかわかんねえこれ結構迷うぞ。あ、先か。じゃあ簡単だわ。はい、降りて、どうだ、こっちか。あ、これが最後っぽいな。 OK、 またこのパターンか。やつが笛吹いてる間に、あ、終わり。あ、まだだよな。笛吹いてる間にやれ的な感じでしょ。これもウルフリンクかな。いや、これ弓矢か。違うわ、確かに弓矢だ。まずはこいつは潰しとく。回転切りの応酬ね。で、ここで、はい、ズン。オッケー。ウルフリンクだとあそこは届かないから、まあ、弓矢が最適解と。どこだ、そこは。もうこれ、人形殺す前にさ、弓矢でもやっとくっていう。はい、オッケー。俺の早打ちなめんなよ。早打ちキットだ、こっちは。西武ワイルドガンマンズ、所属、早打ちキット。知ってる人いますか？あ、はい、オッケー。いや、うまいね。これもっとジャイロだったらもっと早いんだよな、俺。まあ、スプラトゥーン、ね、X、そして、サモランカンスト勢なんで。けけけ、楽しかったぞ。お前を秘密の場所に通してやれ。ありがとうございます。ここのダンジョンが僕一番好きなんですよ。もうあの、なんか謎解きとかないんだっけ？どうだっけ？多分ないか。これをまず、下ろしてと。いや、なんかありそうだな、またあの謎解き。やめてほしいな。あれマジで俺殺しなんだけど。いや、違うかな。なんかまたマスターソードをさ、刺してみたいな。それで封印解かれるとか感じ。え？聖なる石の森。ここのことだったのか。だけど神殿なんて一体どこにあるっていうんだ。どこなんだろうな。どこだと思う、ミドナさん。そして虫。ここに虫がいるんか。はい。これなんだろう。カタツムリ。カタツムリって虫なの？虫の分類なのかな？あ、宝箱が壊れてる。こんな演出が。で、これの逆方向に虫がいるはず。あ、これあれか。下に入る系じゃね？ほら、来た。あ、違うか。掘るだけか。あれ？これなんか長だっけ？なんもねえか。じゃあ虫どこだ？俺がどっかで逃してる可能性大だな。マイカ、とりあえず先行きますか。反応しねえ。反応しねえ。やっぱこっちか。この先に金の虫は、さすがにないか。この聖域にいるはずねえか。来た。刺す。おお。来たねえ。これまだ、見えないか。この謎の扉ね。これが大事なんですよ。全身黄色をしたカタツムリ。森の聖域で見つけた。本当はメスかもしれない。何これどういうこと？カタツムリにはオスとメスっていう概念がないのか。おお、びっくりした。超びっくりした、今。4、5、5匹か。まあ、やってやろうじゃないか。はい、まずは潰す。まだキース多すぎない。キースは、走り切りで、なんとか。まあ、こんなもんでいいか。ちょ、おっさん。おっさん来て。おっさん、こっち。こいつら意外とさ、アグレッシブじゃねえんだよな。いた。オッケー。ちょ、こっち来い。ほら、すぐやる気なくす、こいつ。こっち来いよ。頑張ればお前らいけるぞ。お前ら世界狙える。おい、諦めるな。おっさん。おっさん。おっさん、諦めるな。いや、届かない。いやー、めんどくせえな。こいつら、真面目にもう待って。くっそ。もう、しゃらくせえ。あー、全員倒しちゃった。OK。こうだ。こうして、はい、OK。やっぱ、ため切りの方がいいか。スティック回転させてさ、出すやつ、ちょっと、なんか場所がずれるから、同時に倒せないよな。あと、ほんと、カタツムリが気になってしょうがねえ。どうしよう。どっかにいそうな気がするけど。やっぱこんなんかなんかな。見てみましょう。さあ、なんもないはずなんだけど、何かがおかしい。この空間。入ってみましょう。
うわぁ。懐かしい。なんかちょっとハリーポッターっぽい感じだよ。うわ。ここですよ。素晴らしい。素晴らしすぎる。この BGM。はい、です。これが時の神殿の BGM だよな。時岡も同じような感じだったらしいですけど。で、これがメスで、ちょっと見てみるか。本当はオスかもしれない。どういうことなんだろうな。わからん。カタツムリの性別とかようわからんから、何も言えませんけど。そして、フクロウ。これもまあ、後々だな。てかちょっと色が霞んでるね。うん。いい演出だ。そして、多分これ繋がってんだよな。あっちの方と。さっきもさ、この像2つあったけど、本来はこういう姿だったっていうことだよな。で、この先行くと、マスターソードが刺さってた場所。なるほどね。やばいね。いや、この雰囲気よ。これ、なかなかないよ。ブレワイア・ティアーズ・オブ・ザ・キングダムにはなかった、この幻想的な世界。いいですね。さあ行きましょう。また、剣を刺すと。マスターソード大活躍だな。これ、トワルの剣刺したらどうなんだろう。トワルの剣刺したらどうなるかちょっと、見てみたいな。さあ階段が繋がって、あのステンドグラスも、あ!おばちゃん!ここでおばちゃん来んの?急に来たけど。てか、どうやって来たお前。お前、どうやって来たんだ?どさくさに紛れて来たんだな、多分。あ、これで、あれか、指し示してくれてんだ、おばちゃんが。なるほどね。うおー。懐かしい、この鐘。トゥテン、トゥン、トゥテ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 ン。時の神殿。時の神殿なんだよな、これが。この鐘を鳴らすのが最終目的だっけ、ここ。ただまあ、今じゃ鳴らせないから、とりあえずやってみる、これ。とりあえずね。まあ、無理ですよね。キンって。まあでも結構早いうちに、あ、早いうちに手に入れそうですね。アイテム。普通こういうところには左右に同じ石像が置いてあるもんだよな。片方だけぽっかり開いててなんか気持ち悪いな。リンクも気にならないか。ちょっとセンスで見てみたよ。これは、なんか緑の優しさが、てか、このゲームの優しさが垣間見えますね。普通、気になるか?そうでもなくね?ここ別に。まあ、一個壊れたんかなって思っちゃうよな。あ、来た。これ、だから何?お!もう片方の石像はどこに行っちまったんだろうな。この神殿の中に同じ石像がないか。ああ、石像をここに運ぶんだ。はあ、とりあえずここの謎解きを解きますか。はい、ウォン。これで、あそこが開くと。あ!おばちゃん。ねえねえ、ちょっと。ここだわ、おばちゃんが来たかった場所。この遺跡はおばちゃんたち一族の古い技術がたくさん眠ってるのよ。ずいぶんいろんなとこ探しまったけど、やっと探し物が見つかりそう。そしたらやっとお家に帰れるわ。ね、お兄ちゃん。もう一踏ん張りだから、おばあちゃんたちの探し物手伝って。オッケー。おばあちゃんが探し求める技術が、ここにあるらしいっす。探しましょうか。これ壊して大丈夫かな?なんか、さっきのスイッチもそうだけど、壺壊すと積みそうな気がするから、ちょっと慎重に行きますか。で、ボーンって燃やして、燃やすと。起きた。ちょっと今タイムラグあったな。謎のタイムラグがあった。そしてリンクはこっちを見てます。血かきが。オッケー。カンテラ必須ですね、ここ。うわ、なんか虫がいる。何こいつ。まだ弱いな。また壺運んで、こうして。なるほど。ここにも多分ゴーストいるよな。いや、上にさ、フックショットやクロショットがあったけど、これは、ここを壊すと、多分俺の後ろ側の柵が開くはず。オッケー。こういうことですね。お、リザルボス。え、ね、これ。やべえ。危ねえ。まあ、兜折りで。で、回転切り。これ、逆れやジャンプ切りするとこうなるんだな。ほら。なんか、キャンセルっぽいムーブだけど、これは攻撃できないから、あまり良くない。うわ、出た、あいつ。待って、やばいやついる。やばいやついるわ。はい、まだ生きてるか。じゃあお前には、回転切りで、オダブツと、キース。このキース全く、動かんな。お。
よ。どういうことだよ。なんか外で死んでないやつ。こいつはね、爆弾やで倒すのが一番いいんだけど、まあ、とりあえずやってみるか。ただこれ、そう、暴れるんだよこいつ。こいつの怖いとこ暴れるから、ほらほらほら、これこれこれが怖いからね、爆弾やで倒した方がいい。でこれ倒すと、はい、なんか出た。こいつが門番か、血鍵か、何か。お、ダンジョンマップか。エバラのエバラのゴマダレー。オッケー、大事なもん隠してたな。またこれか。マジでこれ壺必須じゃねこれ。なんでここへ来てこんな壺が大事な存在になってんのこれ。あ、でも壺じゃなくてもあれか、あの謎のオブジェクトでいけるのかこれ。このなんか不審に開いたこの穴がね、大事なんですよこの先。さあ、なんか結構広めの部屋に来ましたが、ここはどこだ。うわ、出た出た、あの虫。うわめちゃくちゃいるわ。敵がめっちゃいる。オッケー。こいつだからさ、2つ目玉なかったっけ。そういうタイプじゃないか。なんかそういうやつがいた気がするんだけど。はい、とどめ。久々のとどめ。そしてリザルフォスが多い。あ、いたな、ゴースト。オッケー。だいたい回転切りで沈めんな。リザルフォス多すぎない？ね、昔の文明はリザルフォスが栄えていたのかな。めちゃくちゃ多いわ。まあ、ゲーム的にね、リザルフォスの方が強いからっていう見方もありますが。で、スピナー。スピナーがこれ生きてくるんか。OK。わ、なんかこういう上下がある感じ難しそうだな。うーわ、なんか来てる。押すとどうなる。下か。まあ、とりあえず下にいるゴミを潰すか。これ全部倒したらなんかあったっけ。当たった。最悪。めんどくせえ、こいつら。こいつら攻撃せずに逃げていくから、それがしんどい。さあ、これで全部潰したか。ああ、やっぱり。全部倒すと、ここは開くんだ。そしてなんか矢印がついてんな。これで、1回、2回、3回っていうのがわかるのか。そうでもないか。そうでもないかもしんない。上はなんかあるか。うわあ、そこもなんか、登ってる最中にどっかに降りるとかあるかな。まあいいか。とりあえず上行こう。あ、これが最上階か。じゃあ目の前のあそこか。これを運ぶんだな。はい。これさ、あ、無理か。これ、ムービー中にさ、ムービーが入ると思うからさ、それでこう、あ、待って、これいけると思うんだよな。お、ほら。で、これジャンプ。いやー、そっちじゃねえよ。あ、これ、待って、これ、あれか。うわ、最悪これ。一番最初限定じゃん、これ。うわこれバックジャンプで行くべきだったな。いけないか。もう諦めよう。謎に横着す、痛い。横着するのやめよう。いやー、俺いい発想だったんだけどな、今の。なぜ俺あんなの思いついたんだろう。急に。別になんか知ってたわけじゃないんだけどさ。なんか、いけんじゃねっていう発想でやってたらなんかいけたわ。まあ、厳密にはいけなかったんだけど、いけそうだったよな。絶対で RT でああいう技あるっしょ。はい、置いて。先行くと。OK。ん？閉められた。先には、やつか。まあ、ここはもう、安定取るか。あれ？ OK。一発で死ぬかな、こいつら。ただ、当てるのちょっとむずいっていう。OK。ちょっと後ろ側打たないと当たんないんだよな。これで？なるほど。そこか。わかりづらいところに起き上がって。これもまあ、血鍵かな。小さな鍵ー。で、この先は宝箱。ハートのかけらも全部集めないといけないからな。はい、スタンプ。あざっす。このスイッチってさ、これで投げれんのかな、これ。あ、結構投げれんな。なんかいけそうじゃないこれ。こっから投げるっていう。いや、なんかいけそう。すごいいけそう。本当はね、アイテム使っていくんだろうけど。いけそうな気がする。なんだか今日いけそうな気がする。さすがにこれ対策されてるか。なんか謎の壁にさ、阻まれてんだよ。無理かもしんない。うん。諦めるか。こっちかな？ OK。ん？クリスタル。これなんかあったな。なんかこっから狙い撃ちするみたいな感じだった気がするけど。まずはこっち潰すか。OK。で、これをガチャンってやって、多分扉が開くんだよな。おぉ。なるほどね。若干でもこれ難しいか。この機構は。はい。開いた。ゼルダのだとね、
こういう輪っかってなんか狙ってくださいみたいな合図ってわかるんだけど、これがゼルダ初見ってなるとちょっと難しいかもね。あれ？お前当たったよね今。ふざけんな。OK。で、ここを打つと、どうなりますか？はい、そうなりますね。ありがとうございます。あれ？こっちなんかあった俺。うわ、宝箱ある。まずい。もう一回。こういうの逃したらダメですよ。さすがに。万死に値するからね。こういう宝箱逃し。はい、すっ。あ、コンパスか。これは取るべき。コンパスさあ、OK。俺何回このネタやんだろうな。このゲームのうちにこのエバラのゴマダレネタ何回やんだろうな。いや、一生やるぞ、俺は。こするから。俺、壮大なアイテム入手ファンファーレを、俺は一生聞きたい。はい、OK。お、スカル、リザルフォス。違うか。頭がスカルだからな。お、これはあそこですね。上の方に見えますよと。はい。なんか電気通ってませんあれ。大丈夫。そしてまたリザルフォス。うわ、来た。アーマードリザルフォス来た、これ。弱っ。え、何それ、尻尾？そんな攻撃あんの？来るぞ。来ないか。 OK、 潰した。結構しぶといなこいつ。まあ、あのリザルフォスも今後手に入る奥義があれば一発なんですけどね。え、 OK、 はめるか。いい、早っ。攻撃早いです。オッケー。なかなかいい攻防してるな。ガードが硬い敵はやっぱしぶといよな。あれ？オッケー。さあ、どんどん先へと。ここら辺のなんか取れない場所は後々また来るからな。このダンジョン行って帰ってくるっていうね、特性があって、それもまた面白いんですよ。行った道を帰るっていうね。うわ、何これ。もうこいつ食らうからやだ。やめてもう。やべえ、無駄なダメージ食らいすぎ俺。オッケー、あと一匹は。いや、なんかこいつ向かってきた。歯向かってきたな、雑種が。オッケー。これを倒す意味はあったのか。ああ、あるわ。ボス殲滅がキーになるってなかなかないっすよ。紫ルピー。いらね。いらなかった。ん？はかりきた。はかり禁じきた。こう乗ると、こうなるから。確かこれ、投げて、調整するんだっけ。ほら。これなんか投げるっていう動作がわからなくて、若干悩んだ記憶あんな。うお。目の前にいるじゃないですか。なんかで始まったぞ、あれ。ベイブレード。ベイブレード始まってんだけど。殲滅じゃ。あれ。オッケー。兜割り。弱えんだよ。はや、宝箱。そろそろハートのかけら来ないかな。チーカギ。ギロチンカッター怖。これ置いて、この電気が晴れるか。オッケーオッケー。わかりやすいな。わあ、また来た。オッケー。はい、楽勝。この虫どももちょっと爆弾屋で殺すか。え、ああ。さっきのゴーレム2体がフラグか。こんなもんでいいよ。矢も結構大事だしな。OK。これでなんかある。やっぱある。殲滅系、楽でいいな。これ、まあルピーだろうな。はい、50ルピー。まあでもルピーは今、あまりないから嬉しいっすよ。これは？なるほど。いらんわ。これ中ボスかな。ここで出てくる中ボス、ちょっと僕、自信あるんで、もう完璧な立ち回りというのを見せていいですか。まずこのチェーンハンマーを R に、仕込んでおいてください。で、重要になってくるのが、これね。この通常攻撃を4段目まで派生しないように出していくっていう。4段目出すと、こう隙があるんですよ。これがダメ。だから、1、2、1、2、1、2、1、2みたいな感じで。ちょっと2発目にディレイを入れておくといいかもしれない。行きましょう。HP は別に大丈夫です。食らうことないと思うんで。はい、来た。柵が閉まった。お。ここも、ムービーか。広いな。こんなだだっ広いところで戦うような相手じゃないと思うんだけど。お。ゴーレム。
あれが序盤で見たやつですね。そして、ちょっと先制攻撃しとくか。これいけるかな？え？これでも一応あるんだ。殴ると、あれってこと？攻撃開始ってこと？攻撃してくるまでこいつはじっとしてくれるんだな。ありがて。正々堂々と戦うじゃないか。で、切って、1、2、1、2、1、2。はい、殴って、1、2、1。あ、くそ。振らして、はい。ごめん、待て。はい。1、2、1、2。OK。第二形態は、ムービー入っちゃうから、しょうがないんだけど、ここもな、ムービーなかったら、完全にはめて殺せんだけどな。待て。こいつは盾を剥がしたい。で、別にこれも、いけんだっけ？待て待て。この辺ちょっと覚えてない。こうして、こう。うわっ！ R 出ねえ。待てね。はい。1、2、こう。ワン、ツー。うぅ！くそ！終わった！いって。ちげんだって。はい。1、2。ワン、ツー。来た！はい、これこれこれ。これ出したかった。ちょっと、ラグがあるから難しいな。ラグというか、最速で押してもダメなんだよな。ちょうど技が出終わったあたりぐらいに、その相手にボタン押さないと、出ないっていう。まあでも、Wii U 版、初めてだったけど、いいんじゃないですか。俺がこのタートナック戦をどんだけ極めたかっていうのが分かったんじゃないですかね。まあ、特に第一段階はもう完璧だったな。走り切りでガードさせて裏回ってワンツーワンツーワンツーみたいな感じでやっていくと。で、第二段階入ったらね、空中ガードしてこうだっけ、うん、まあこれはまあまた後々見せますわ。はい。多分試練の洞窟で死ぬほど戦うと思うんで。コピーロットー、太古の石像に命を吹き込む不思議なロッド。これでね、魂を込めるんですよ、無機物に。無機物に命を吹き込む。これ、陽の力ですね。陽遁。陰遁ってのは、無から有を生み出すっていう。で、陽遁は、その無のものに命を吹き込む。これが陰陽遁ですわ。だから、詳しくは、ナルトをご覧ください。で、コピーロッド。待って、こうか。この音いいよな。ポンポーンって。そして、宿るとか。来たー。俺と同じ動きをするんだよ、この石像が。ほら、これがいいよな。若干位置が悪いから、ある程度持ってったら、次はリンクが後ろ回って、コピーロット。OK。で、これで、あの中へ入れると、多分なんか転送される的な感じだった気がする。ゴーン、ゴーンって言ったわ。OK。さ、柵が開いた。コピーロットマジ見た目がかっこいいよな、これ。この三つ股に分かれたこの衣装が素晴らしいよ。行くか。